条件競売だって言いながら丸騎士賞金首探しだろ。つまりマフィアが自分らの力で捕まえられないって認めてるようなもんじゃないか。そう、マフィアのお宝盗むなんて頭いかれてるだろ。でも俺たちはそんな連中の心当たりがある。幻影旅団、出ないよ。仕事中か。仕事？あいつボディーガードの仕事をしてるって聞いたぜ。死で償え。手応えあり。驚いたぜ。今のパンチを食らってなお攻撃してくる気力があるとはな。だが左腕はイカれちまったはずだ。ムキス、バカな。今のパンチ、ん？まさか全力か。地面を叩き土煙を上げたのは体だけでなく気配をも立って攻撃する作戦だったわけだな。まさか。見えたか。黄泉の手向けに教えてやろう。思い出したぜ。火の目が発言した時のみ私は特質系に変わる。何だと。特質系となった私はどの系統の能力も 100% 引き出せる。お前が知っていること全て話してもらおう。他にどんな能力者が。殺せ。なぜ貴様は何も考えず何も感じずにこんな真似ができるんだ。答えろ。殺せ。私が定めた法を破れば即座に鎖が発動し貴様の心臓を握りつぶす。私の質問に偽りなく答えること。他の仲間はどこにいる。